皆さん、こんにちはファクツマターが毎日の情報をお伝えしますエポックタイムズのローマンですさて、我々の偉大なビッグテックは検閲を恐れることなくハンターバイデン氏の話を率直に話すことを許可したのですこれは最新の動向をいくつか紹介するための驚異的な機会だと思います まずはジョー・バイデン氏がハンター・バイデン氏の中国ビジネスパートナーの息子に大学の推薦状を書いていたことから始めましょう。ここれは最近発覚したことです